では続いてのキャスターさんお呼びしていきましょう。今日のサンシャイン担当は魚住真由キャスターです。よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。この後8時からウェザーニュースライブサンシャインを担当させていただきます魚住真由です。今日この後のお天気を中心に見ていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は2人揃って番組が繰り上がりということで、はい、ね、朝におかえりなさい。このクロストークでしたもん ね。そうなんです。昨日はなんか早朝なんじゃないかなって思うぐらいのまゆちゃんのねコーヒーも珍しい買ったの で、はい、うん、 そうですね、そうなんですよ、うん、この2人がね結構モーニング率高いんですよね。そうですね、うん、朝先月も私はモーニングかサンシャインの2択って感じだったので、ね、私も、うん、あ、ね、そうなんかまゆちゃんとは本当にプライベートで会う予定が、うんうん、立てられない確かにそうか、ねね、一番難しいまでありますよね、うん、なんか翌日モーニングだと気を使ってさせないですよね。私どっちかはモーニング終わりという可能性もあるんですよね。そうそうそう、でも私は結構元気なタイプで、まゆちゃんもでも結構活発に動く、うん、なんか前は眠れなかったので、うん、はい、モーニング終わりとかもお昼寝とかもできずにそのまま起き続けるって感じだったんですけど、最近は念トレをして、うん、あの夕方とかに絶対眠くなっちゃうようになったので、いい、もう活発どころかみたいな赤ちゃんみたいな生活。そうか、本当ですか。完全に私もエケですね、うん、エケエケ赤ちゃんのことエケって言うんですね。かわいい。なんかもう、うん、夕方になると、うん、なんか私も起きすぎると、うん、なんか足が、うん、なんだろう、乳酸溜まってくるっていうか、足が疲れる。あ、うん、そうなんですね。そうなんか、どれだけ気が確かでもなんか体がずっとね重くなってくるんですよね。そっか、そう、じゃあもう寝るしかないですね。ね、寝るしか寝るしかない朝入ってると本当起きるの夜中とかですもんね、うん、そうですね。そっから起きてたらそりゃ夕方にはもう寝ちゃう。そうなので、はい、私ども結構朝が続いたタイミングも結構長かったので、うん、はい、あの赤ちゃんスタイルで今生活やってますよっていう感じです。なんか河津のロケとかも正直不安で、あーねー、めちゃくちゃ眠くなってしまう可能性もあるなと思って、2月は結構その翌日お休みの日とかはできるだけ起きてるようにしたんですよ。夜も動くなと思って、うん、そう、起きれます、起きれた。あーすごい、うん、結構大丈夫だった。だからトレーニングが大事だなって思いました。やっぱそうですね、事前のね。そう、私でも今月午後が続いたので、それでまたちょっとね、なんだろう、リズムが変わってしまって。そうですよね、昨日全然寝れませんでした。あら、そうそう、だからまた再びここから念トレをして、そっか、はい、朝にこう合わせていきます。トレーニングですね、これは。プロアスリート本当に私たちアスリートと思っていただいて全然構わないですね、番組準備もそうですけど、うん、その前日の寝るところから準備ですよね。確かに戦いはもう始まってたんだ前日から始まってます ね、うん、いや今日あのモーニングの冒頭すぐに、うん、チャットの方のコメントで、うん、あのレイナちゃん早起きして偉いって言っていただいたんですよ。もうそれが嬉しすぎて、もう明日も休みだけど早起きしちゃうぞって思っちゃったぐらいだったので、であのあどうぞねぎらってとは全然言わないですけれども、自分たちもこうセルフでね、ねぎらうことって大事だなと思ったので、ぜひ念トレもしねできたら褒めながら、はい、ね、自分自身をね、うんうんうん、褒めして、うんうん、そうそうそう、盛り上げて自分を、ね、楽しく、はい、楽しくね、これからもね、そうそう、あのいろんな時間帯番組守っていきたいなと思います、うんうん、はい、そしてあ今日は何か、あ待って、ジェルカ、あ、やったー、かわいい、めっちゃかわいいですよね。
です。かわいい。多分猫ちゃんということで、まあ、絶対猫様なんですけれども、うん、今日のベストオブサンライズ、うん、私の受賞作品となりました、うん、白いクロワッサンさんです。なんか猫ちゃんの横顔ね、ちょっとタラコ唇みたいになってるの。そう、何か多分ああピンってやってるのか。あ、そういうこと。だから思ったシルエットと違ってて、こうここに目があるのは確かなんだけれども、はい、これがねちょっとこう口がね完全にこうこの近距離で見ると状態ですよね。そう、絶対にこうなってるの。下ね、あ、確かに。あ、そっか、こうじゃ、絶対にこうじゃないですよね。ベロは出してるんだ。舌は出しちゃってるんですよね。あ、で、なんか顎もあって、なんか人間さんみたいです。そうなんですよ。だから猫かなと、あのちゃんと確かめた次第だったんですけれども、でもとっても素敵な、ね、ね、そう、素敵ですね。よかった、まやちゃんにも気に入っていただけました。やった。ありがとうございます。そうなんです。今日日曜日だったんですけれども、うん、朝からたくさんリポートいただいておりまして、うん、まあ、今日この後はですね、お天気変化注目するようなリポートも増えてくるんじゃないかなと思います。うん、はい、今現在は西日本、九州中心に雨のエリアとなっていますけれども、うん、この後サンシャインでもより雨のご報告なども増えていきそうですね。はい、そうですね。この後西日本や北日本で天気下り坂となり、雨や雪の範囲が拡大していきそうです。また夜遅い時間ほどね、北日本荒れた天気に警戒が必要ということで、そういったお天気の変化もしっかりとって見ていければと思います。はい、ではこの後サンシャインよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここまではウェザーニュースライブモーニングをお送りしていきました。この後お天気変化していくところもありますし、雨、西日本では強まり注意、そして午後以降はですね、北日本方面で荒れた天気となる可能性もあります。今後も最新の気象情報はウェザーニュースのアプリやこちらの番組を通してご覧ください。ではここまでご参加いただきありがとうございました。この後の特別配信もお待ちしています。それでは今日も素敵な日曜日をお過ごしください。今日は青原桃香キャスターです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。この後11時からウェザーニュースライブコーヒータイムお届けしていきます。担当は青原桃香です。皆さんと一緒に現在から今後のお天気についてしっかり見ていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、日曜日ということで、はい、お出かけ、はい、ライフスタイルリポートなども多くいただいていたんですけど、はい、その中でモーニングでコメダコーヒーに行かれているリポート、はい、今日ねコメダさんのリポートもすごく多かった、そう、嬉しいですね。なんか嬉しいですよね。はい、なんですけれども、はい、ともちゃんは、まあ、名古屋モーニング文化あると言われてますが、はい、モーニング行くことあります？あ、お休みの日にはよく家族とかでもう行ってました、うんうん、本当ですか？はい、なんかモーニングってそこまでどうですか、うん、特別な感じはしていなくても普通というか感覚だったんですけど、うん、こっちに来てからこう名古屋愛知県ってこうモーニングの文化とかってこうやっぱりあるんですかって聞かれることが多くて、ねね、あ、普通ではないんだなって思いました。うん、なんかこう私の家でも休日の日はなんかこう朝ごはんがちょっと豪華になるみたいな、はい、そうなんですか。そう、お店に行かない、行く日もありましたけど行かないにしても、はい、お家でなんか普段とは、はい、魚住家の中でモーニングがあるみたいな確かにそうかもしれない、素敵です。なんかテラスにで食べたりとか、はい、ちょっと雰囲気を変えたり、はい、メニューも変えたり、はい、そう、なんか朝ごはん楽しむみたいな文化ありますよね。家族、ご家族みんなでモーニングこう食べるっていう感じ、うん、モーニングっていうか朝ごはん食べるっていう。そうです、いいですね。ね、いや、なんか米田コーヒー見ると、うん、名古屋が恋しくなりますね。恋しくなりますね。で、まやさんこちらでもだいぶこう米田コーヒー行ってるイメージです。行ってます。米田、米田さんこの白ノワールがすごく有名で、はい、食べられる方多いかなと思うんですけど、うん、白ノワールさんはもちろん食べますが、はい、他の食事系も美味しくないですか？うん、美味しいです、ね、私一番、2つあるんですけど、うん、
グラタンと、うん、あと米チキっていう、米チキね、コメダのこう唐揚げ、はいはい、ですかね、うんうん、美味しくないですか。美味しいです。マイさんの一押しありますか。一押しは卵のこういうパンにたっぷりの卵が入ってるもの、わかります？はい、なんていうの、卵サンド。あ、卵サンドですかね。あ、でもなんか米チキと卵サンドが一緒になってるバケットあるじゃない、はい、あのサンドとは違うの、パンが違うの。パン、あのトーストの方ですよね。卵トーストですかね。こうサンドイッチのふわふわのパンと、あともう一つトーストの、あ、種類あるじゃないですか。ね、また別ですか。米チキの方はあの白い三角のサンドイッチっていう卵のパンがついてくる、はい、でそれもすごく食べるんですけど、はい、あのもう一個こういう茶色いちょっと長細いパン、あですよね、コッペパン的な、なんていうの、コッペパン、あ、コッペパンじゃないか、わかります。給食とかで出てくる。あれ食べたことないです、私。そう、あれすっごく美味しいの、食べてみてほしい。食べてみます。あのホットドッグとかのようなパンですよね。あ、それです、それです。そっちはないです、うん、なんか私も一回食べてみて、なんか米チキと一緒についてくる卵サンドずっと美味しいと思って、はい、そのコラボみたいなバケットを頼むことが多かったんですけど、そう、一回そっちを食べてみたらもうハマってしまって、満足感もすごいあるし、満足感ありますよね。カメラさん満足感すごいですよね。満足感もたっぷりだと思います。そう、手作り卵ドッグかな、商品名ちょっと今忘れてしまったのですが、たくさんメニューありますもん ね、うん、ね、たくさんあるんですよ。なんかコーヒーを頼むとついてくるお豆のお菓子、うん、あ、美味しい。嬉しくないですか。私あれ家族みんな私好きなの知ってるので、みんなくれるので回収して、わかります。でこう一つ食べてなんか お持ち帰りするみたいな。なんか一緒にあのお皿に入ってくるじゃないですか。あ、はい、私はあの家族のもらってお皿に勝手にこう、ね、出してポリ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 食べちゃいます。あの豆皿のなんか音好きです、わかりますか。机に置いた時の あの軽い音が好きです。音フェチみたいな。あのお皿に豆がパラパラってなる音もいいですよね。そこでしか聞けないカランカランっていう、なんか軽くてすごい響き渡るような。面白い。わかりますよ ね。でもなんかコメダさんってこうお店の雰囲気もどの店舗も大体同じような作りにしてくださってるから、なんかこう安心感というか、わかります。こう茶色ベースの店内の雰囲気に赤いソファーで、赤いソファーもふかふかなんですよね。そうなんですよ。ぜひあの皆さんも朝ごはんまだの方はね、ちょっとこう豪華にモーニングなどしてみるのもいいかもしれません。はい、でそんなもぐもぐのお話をしておりましたけれども、はい、このサンシャインの時間帯もお天気追いかけていました。はい、九州方面はもうねすでに本降りとなっているところもあって、この後さらに雨エリアとしては拡大していきそうですね。はい、うん、はい、そうですね。現在西日本では広く雨が降っているということで、今後北日本でも午後だんだんと天気は下り坂となりそうです。ただ関東では比較的日差しが届きそうですね、はい、ということで今後のお天気一緒に追いかけていきたいと思います。はい、ではこの後のコーヒータイムお願いします。はい、よろしくお願いします。ここまで約3時間メザーニュースライブサンシャインをお届けしてまいりました。皆様今日日曜日ですけれども、広く雨具が活躍しそうです。雨の降り方やタイミングなどはぜひアプリの方からご確認ください。この後のコーヒータイムも良きお時間となりますように。それではまた、あー、すわない。またお会いしましょう。バイバイ。ではこの後の担当キャスターさんお呼びしていきます。この後は時田瑞希キャスターです。よろしくお願いします。こんにちは。この後時刻14時からウェザーニュースライブアフタヌーンを担当します時田瑞希です。今日から明日そして週間にかけてのお天気も見ていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は週間漫画誌、漫画週刊誌の日ということで、はい、あの週刊の漫画雑誌
て読んでいたこととかってありますか？習慣はなくて。ないですよね。私もないです。あのチャオとかリボンとかって習慣でしたっけ？あれは月1月間だった気がします。私もチャオ読んでました。読んでて、ね、同世代だから多分、ね、作品とかも一緒のやつ見てる気がする。多分そうですよ ね、 ねえ、なんかチャオとあとリボンとか、うんうんうん、あと何だったっけ、なんかいろいろありましたよね。仲良しとか。あ、仲良しもありました、ね、何派でしたか？私はいろいろ見てたんですけど一番多いのがチャオだったかなと思います、はい、本当ですか、はい、私もです。なんか付録も豪華でしたよね。多分チャオだとついてきて、あのめちゃモテ委員長私大好きです、ね、面白かったよね。めちゃくちゃモテる委員長の話なんですよね。めちゃモテですわみたいな感じの喋り方、喋り方。あ、懐かしいです。そのめちゃモテ委員長の交換ノートが付録について、私も覚えてます。持ってます、持ってます。私今も持ってて、私も持ってます。懐かしい。あのなんか3セットぐらいありましたよね。あったかな。そうなんですよ、うん、そのめちゃモテ委員長のやつと、うん、何個か 2種類1セットとかであって、あ、釣りデビとかかな。あ、そう、釣り懐かしい。世代トーク。でその交換日記とかって使ってましたか？うん、使ってました。私もです。多分こう一冊は友人と一冊は妹とみたいな感じで使ってたので、はい、妹とのやつはまだ実家にあるって感じです、なんか見返するとめっちゃ面白くないですか？面白い。なんか理科の授業がちょっと面倒くさいとか、そんな感じですか？そう、当時のことが蘇りますよね。あ、私もやっていたので、うん、懐かしい。 いや本当に女子高生みたいな会話世代が近いと、ね、こういうことがお話できて嬉しいです。懐かしいです。私もそれなら、ね、月刊の方なら読んだことはあるんですけど習慣はなくて。そうなんですよ。こう立ち読みされている習慣と立ち読みでこう読んでる方が多い印象だったので、もう私は立ち読みやったことしたことないんですけど、うんうんうん、みーちゃんとかってあったりしますか？ないですね。あの週刊ジャンプ、ジャンプって週刊ですよね。あの私コミックでワンピースを読んでるんですよ。コミックでワンピース読んでるんですか？読んでます？読んでないんですよ。あのアニメの方でチラチラっとっていう感じで、チラチラっとっていう感じそう、漫画で大好きで、でも週刊の方が早いじゃないですか、どうしても。確かに確かに。だからその週刊派の人にネタバレをされるのが一番怖くて、うん、なるほど、週刊勢の方にネタバレされないように。単行本勢はずっと怯えてる。それ言っちゃうとちょっとコメント欄危険そうですね確かに、絶対読まないでくださいね、振りじゃないですからねちょっと危険かなって思っちゃうんですけど、皆さん控えていただくようにお願いしたいです。お願いしますそんな日でもあるんですけれども、はい、お天気については今日は広くちょっとお出かけにはあいにくの天気ということで、大阪府の方からはだんだんと雨の報告いただき始めていて、はい、東の方に雨の範囲広がってきていますね。そうですね、だんだんと雨の範囲広がってきておりまして、この先も雨の一時的な強まりなど注意が必要となりそうです。そして北日本も雪や雨が降りやすいお天気となっております。明日にかけて注意が必要なところもありますので、アフタヌーンでも見ていきましょう、はい、それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではここまでは約3時間ウェザーニュースライブコーヒータイムをお届けしていきました。この後コメント欄の方でワンピースのネタバレは決してしないようにお願いします振りじゃないそうですということで、ここまで約3時間お付き合いいただきありがとうございました。ではこれで失礼します。さようなら。ということで皆様も引き続き素敵な午後をお過ごしください。この後時刻17時からはウェザーニュースライブイブニングが始まります。ぜひそちらからも最新の気象情報をご確認ください。それではこの後20時からはウェザーニュースライブムーンが始まりますので、担当するキャスターさんお呼びしていきましょう。今日は檜山雅也キャスターです。こんばんは。この後20時からウェザーニュースライブムーンを担当します。今夜から明日のお天気とこの先1週間のお天気まで確認していきましょう。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。さやちゃん昨日はイバキラ TV ということで、はい、あ、そうなんですよ、ね、マジックを配りました。マジックを披露されてましたけれども、はい、一つ覚えたので。できました。はい、本当ですか。一つ覚えたのでちょっとまたいつかゆいちゃんにお見せできればいいなと思っています。やっぱりマジックって物を使った方がかっこよさあるんですかね。ですね、うん、あの教えていただいたのが、はい、あのコインと、うん、トランプを持ってきてくださって教えてもらったんですけど、はい、コインがちょっと私、うん、手先が不器用なのでおぼつかなくて。難しいですよ。あれ難しかったんですよ。トランプはちゃんと手順を覚えれば意外といけたので。そうなんだ、はい、なんか小さい頃あの手品を習得しようとしなかった、うんうん、やりました。私もトランプでやったんですけど、うん、なんかうまくいくときといかないときがあるんですよね。なんかこのやっぱり器用な方の方がより、うん、あ、手先の問題かないいかもしれないです。あと見せ方と話術が大事なんですって。話術、うん、確かに。あの話すことによってそこに注目を行かせて、うん、後ろで何かやってるみたいな、うん、いかにこうスムーズにね。スムーズに。でも私たちこうお話ししている職業じゃないですか、うんうんうん、話術は頑張って練習。でもさ、人をこうなんかさ難しくない？こっちにこう集中を向かせるって。いや、そうです。だからそうですよね、うん、なのでスキルを磨きつつ話術も、うん、すごいね、マジシャンたち、ね、すごいですよね、マジシャンさんたち。やっぱり結構言えないんだけど、マジシャン、マジシャン、確か言いづらいかもしれない。マジシャンさんたち、マジシャンさんたち、マジシャンさんたち、すごい。今マジマジシャンたちって言っちゃってさ、いや、いいと思う。マジシャンたちでも絶対おかしくはない。マジシャンさんたちってすごいです。マジシャンさんたちすごいですよね。ね、うん、なんかシャンシャン赤ちゃん言葉みたいです、ね、なってますけれども。マジシャンシャンたち。じゃあもし、はい、なんかまた新たな技ができたら、はい、ちょっとあの披露一つだけできたので教えてください。たまにあのリポートでも、うんうん、手品リポート届けますよね。たまにありますよね、はい、なんかそういうの特技一つ持っとくと。いや本当ですよ、ね、宴会の場とかで使えますよ。そうそう、盛り上げられますよね。私たちそんなに宴会はないですけどね。だって私たち行ったの、うん、入学じゃないや。入部入部じゃなくて何でしたっけ、入社入社入社した時に ね、はい、あったんだよ ね、 よね、歓迎会が、うんうん、あれどこでやったっけ。あのカラオケとかでやりませんでした。そうだ、カラオケと、ね、カラオケと中華屋さんですよね。中華屋さんと焼肉にも連れてってもらったよ ね、 焼 肉、 たね。焼肉で、はい、キャスターさん皆さんとご対面して、はい、すっごい緊張して、ね、懐かしいですね。懐かしいよね。あの時にマジックいいじゃないですか。マジック、ね、じゃあここで、ね、連れてってもらった記憶すごい懐かしいですね。懐かしいですね。あと中華も行きましたね。行きましたよね。中華すごい緊張しなかった。緊張しました。あの丸テーブルで丸テーブルで、もう我々の上司と、ね、なんか焼肉屋さんだと結構ガヤガヤしてるから緊張もほぐれる、大人数でね、うん、やったんですけれども、うん、中華は結構なんか厳かな、そうそうそう、厳かな感じでこうねセット頼んだんですけれども、ね、あそこ箸が進む、私あそこでちょっと手品はちょっと無理かもしれない、うん、緊張しちゃって厳かな雰囲気 で、 囲気でじゃあここで並べますとか言ってストップしてくださいとか言ってね、でもいざという時はなんか自分のね、うんうん、秘密の技で持っておきたいですね。マジックいかがですか。マジック、うん、習得しようかな。このマジック飲み会でも、ね、はい、盛り上がりそうだし、ね、なんかちょっと考えてみようかな。ぜひぜひ、はい、ということで今日はあの茨城も暖かかったですか。暖かかったです。そう、実はあの茨城から今日来たんですけれども、結構暖かくって、はい、ただ風があるので花粉はかなり飛んでまし た、 ましたね。そんな関東、まあ、夜はね、はい、気温も下がってきておりますので寒暖差お気をつけください。そして北海道では雪のリポートを多くいただいたんですが、根室、はい、でしたり、これからオホーツク海側はちょっとね雪の強まりが心配ですね。そうですね、うん、日本海側でしたりこのようなオホーツク海側では雪が降り、どかどかと強まる可能性があります。明日にかけて積雪の増加や吹雪による視界不良にお気をつけください、はい、詳しい内容引き続きお送りしていきます。はい、ではこの後ムーンよろしくお願いします。さあ
ということで、まさやちゃんとのねクロストークも残りあとわずかと限られてくるんですけれども、楽しくお話ししながら2人のね5年半もこう思い出しながら、今日は入社当時にね中華と焼肉のお話を振り返ったんですけれども、まあ、思い出しながらね皆さんと共有していければいいなというふうに思います。この後さやちゃんのムーンです。皆さんもぜひ最新のお天気を確認し良い夜をお過ごしください。それでは